こんばんはです。よいしょ。それで、あれあれで、あ、なんか挟まってるわ。ちょっと待ってよ。時間ぴったり、めっちゃぴったりだったよ、私始める時間。マジ6時。だって6時のチャイムが、6時のチャイムが鳴った時にショールームも始まってたからね。めちゃくちゃ。めちゃくちゃ。ぴったりすぎて我ながらね、すごいなと思いました。よいしょ。じゃあちょっと最初はね、この前回の続き、これまたいただいたやつね、これを開けていこう。マジでまだお塩出てません。これをいただいたんで、これを開けていきたいと思います。じゃあ、やばすぎ。マジ惜しい、惜しい。いきます。いやマジで惜しい。惜しいには出ないっていう定評がありますからね、私。ほんと、いきます。せーの。あらー、宇野花さんじゃないですか。めっちゃ反射しちゃうんだよね、宇野花さん。わ、めっちゃいいよ。私この宇野花さんめちゃくちゃ好きなんだよ。超かっこいい。このね、傷がちゃんとね見えてるっていう、いいね、かっこいいよ。素敵。いきます。ほい、来たー、来たー、シロちゃん。やばいやばいやばい、めっちゃ映るわ。ダメだ、これめっちゃ映るわ。家が家が映ってしまう。やばい、来たよ。惜しい、かっこいい。マジ超かわいいんだけど。嬉しい、やったー、おじいじゃーん。いい、嬉しい、やったー、おじい、しろちゃん。あー、かわいい、マジかわいい。はい、美女が素晴らしい、美女が素晴らしい。本当にこういう顔に生まれたかったな。かわいい、マジでね、本当に超かっこいい。しかも氷輪丸もかっこいいね。氷輪丸もかっこいいし、なんか残白刀すらもかっこいいし、持ち主かっこいいしさ。いやマジでかっこよすぎますね。はっ、シロちゃんかわいい、マジかわいい、素晴らしい。やったね、えへ、嬉しいよ。かっこいい、マジかっこいい。こんなんに生まれたかった。身長めっちゃちっちゃいですけどね。でもまあかっこよかったら何でもありだなと思います。かっこよくて強かったらぶっちゃけ何でもありだと思います。やったね、ついに押し来たー。よっしゃ、次、せーの。あー、あ、やばいやばいやばい、家がめっちゃ見えよった、危ねー。佐渡、かっこいいよね。うわ、好きそうな人にはめっちゃ好きそうなビジュアルしてるよね。あと力、何、パワー系じゃないですか。だからなんだろう、めっちゃハマる人にはめっちゃハマる佐渡って感じ。これ気をつけんとマジでさ、反射板になってるからめちゃくちゃ、あの裏がめっちゃ見えちゃう、やばい。次来い、じゃらん。あら、
ルキアだ、かわいい、かわいい、ルキアだ、かわいいな、マジでかわいい、たわけって言ったな、超かわいい、ヒロインの中でもめちゃくちゃ好きですね。袖の白雪もめっちゃ綺麗ですもんね、残白と大好き。あれどこまで行ったっけな、アニメちょっとわかんないや、私もう大好き、あのまだだったら、あれまだだと思うから言わないですけど、小島マジであのほんとめっちゃ綺麗ですよね、これね、ね、しゃ、次分かる人には分かるよね、漫画読んでる人とか。あ、もうもうあれなんだ、私アニメ全然見てないんですよ、ブリーチやばい、なんか全然追いかけられてなくて、追っかけられてなくて、ちょっとどこまでアニメが進んでんのかマジで分からない、やばすぎる。なんかね、最近そのアニメ、ルロケンとか、なんかその辺はもう最新話までちゃんと追いついてんだけど、ブリーチだけマジでなんか楽しみすぎて逆に見れなくて、そう楽しみすぎて逆に見れなくてずっと溜まってるんですよ。でずっと溜まってて、そうで、それでなんか私は知らんけど急にあのミュー404とか見出しちゃって急にドラマとか見出してたし、ドラマでめちゃくちゃミュー404とアンナチュラルがすごい大好きで何回も見てるんですよ、マジで見ちゃって。そうだからなんか本当になんか好きすぎてなんかちょっと見るのマジでもったいないってなって、全然あの新しいブリーチ見れてないんですよね、やばい。他のアニメは全然見てるんですけど、最終話まで行ってるんですけどマジで見えてない。来ました、浦原さんもねめっちゃかっこいいよね。浦原さんのさ、このタイプの人ってめっちゃ刺さる人にはめっちゃ刺さると思わん？なんかさ、このミステリアスな感じっていうんですかね、かっこいいし、なんかこの感じさ刺さる人にはめっちゃ刺さるよね。ちなみに私は前その千年決戦編がその始まるっていう時になんかポップアップみたいなのやってたんですよね。で私そこでシークレット缶バッジ買ったんです。そしたら浦原さんだったし、あと浦原さんのキーホルダーも買いました。別に浦原さん押してないんですけど、なんかかっこよくて、浦原さん、しかもあんまり浦原さんのグッズって見たことなくて、うわめっちゃいいなと思って浦原さんのキーホルダーなんか買ってしまったんですよね。そうで、アクスタはシロちゃんを買ったんですけど、そうそうそう、なんかあれちょっと買っちゃったんだよね、かっこよくて。そうでも推しのシロちゃんはあのちゃんとアクスタを買いました。めっちゃでかいんだよ、横幅すごい占領してるから。いや推し編はしないな、みんなで言う、あファンの皆さんが言う、いや推し編はしないよ、推し増しだよってやつだよファンの人はもうここぞとばかりにね言うんだよ。いや推し編はしないよ、推し増しだよ、推しが増えてくんだよって言って、いやまあ別に全然いいと思う、私推し編されるより推し増しの方が全然嬉しい。だって推し編ってさゼロじゃん。だけど推し増しだと、たとえまあ今までが10だったとして5に減ったとしても2に減ったとしても1に減ったとしても0ではなくなるわけじゃないですか。だからとりあえず応援をしてくれるわけじゃないですか。まあお話し会も枚数は減ったとしても買ってくれたりとかしてくれるし、その0じゃないからまあいいかなとは思います。うん、もうね私もうそんななんか一押しがとかマジ言っとられんので、マジでほんまに言っとられんぐらいファン少ないんで、もう全然何もはどうでもいいですね。でもね分かるよ、推しが増えてしまう気持ちもめっちゃ分かる。私もやっぱりアニメとかもそうですけど、マジ本当に推しが一押しは絶対的一なんですけど、まあでも他も応援してたりとかはあるよねっていう感じはすごいする。
そういや私がファンの人がもうめちゃくちゃ多くてなんかすごいいっぱいいるんだったらマジ単押ししか許さんとか思うけど、いやマジちょっとしかいないんで、な単押しなんて言っとったらマジでほんまにほんまにやばいやばいことになるそれそういうねファンがいっぱいいる子は別に言っていいと思うんだけど、いやうちみたいにファンが少ないとそんなことでね言ってられんのよ、そんな余裕ないでマジで。あ来た主人公いちごいつごいつごいつごって来たー、かっこいい、いいねかっこいいね、やっぱりなんかこの細身の感じ、新しいこのユニフォームっていうかコスチュームっていうかな、細身の感じでまあかっこいいっすね。私いちごの残白糖大好きなんですよね、かっこよくてすごいいいですね。いや私も主人公になりたかったなってすごい思わない？なんか何でもそうだけどさ、マジで主人公になってみたかったなってめっちゃ思いません？一度でいいから主人公の人生歩んでみたいなって思うね。なんか主人公って結構人気がないことがすごい多いんですよ。いちごも人気投票したら上位にはいるんだけど、でも1位2位とかではないのよ全然。そう上位にはいるんだけど別に1位2位とか1位とか2位とか、シロちゃんとかは結構いつもめちゃくちゃ上なんだけど、そうだからなんかそのなんだろうな、めちゃくちゃその1位ほどの人気はないけどでも絶対上位ほど人気だし主人公だし、なんか主人公っていいよね。なんか別に昔はね主人公になりたいなとかって思わなかったんですけど、思わなかったんだけどやっぱり年取ってくるとはなんか主人公になってみたかった人生だったなってめちゃくちゃ思いますね。かっこいいやっぱり、うんってめっちゃ思います。すごいよねオレンジヘア。あラストだラスト、最後は誰だ、おえー、これ入ってんだ、全然キャラクターのあれないわ、すごい、あぶねえまた間違えた、出た、みんながツンツンって言うからめっちゃツンツン出てきたよ、ほら出たよこいつ、モヒカンやろう、モヒカンモヒカンやろう、聞いた、これ入った、逆にさ、あ、ほんとだわ、ほら、そうなんや、なんか知らんかった、おるんやな、全然出てこんから全然気にしてなかったけど、モヒカンやろうモヒカン星人、モヒカン星人、そうモヒカン星人って呼んでんのうち男性人って呼んでんな、やばいよね、あそうや、びっくりした、そっち側の人おんねんやな、じゃあ石田当てたいね、石田当てたいね、石田もおるやろ、じゃあ絶対石田くんも当てたいですね、石田くんもねえ、なんか変な前髪やけど、まあ許してくれ、よいしょ、よし、じゃあそういうわけで今日はちょっと待ってよ、逆か、逆の方がいいな、こんな感じでした、メンツ、いや私はもうとりあえず推しが出たんで最高です、あーかわいいシロちゃん
でもシロちゃんが好きって言うとね、みんなにね、イケメン好きだよねとか女子人気高いよねってね、めっちゃ言われんの。なんでだよなんでだよ、別にいいじゃん、自分が好きになったキャラクターがめちゃくちゃ人気があったキャラクターだったっていうだけじゃん。プン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 、ひどいよ。あ、そらさ、みんなが推してるゆりなちゃんはさ、確かに王道じゃなくて邪道だけどさ、そんなこと言ったらシロちゃんみたいにさ、人気がすごい高いって言ったらさ、ゆいゆいとかさ、ズッキーとかさ、ひーちゃんとかさ、そういうさ、王道だよ、王道のアイドルのことってなるんだよ。そういうことだぜ、みんな。ぷんぷん、ね、ひどい。よし、いや全然じゃあどうも応援してますよ。でも私は割と王道が好きなんです、本当に。なんか好きになるキャラクター、みんなファンの人に王道だよねとか人気だよねってめっちゃ言われんの。別にさ、たまたま好きになったキャラクターがさ、好きになったキャラクターがさ、ちょっと王道だっただけなんだけどね。そうだよ、そうだよ。じゃあね、みんなにね言われる人気、めっちゃみんなにね言われる、じゃあゆなが例えばあげてあげましょう。あ、ワンピースの私はゾロとローが好きなんですよ。でゾロもローもめっちゃくちゃ人気高いんですよ。そうそう、めちゃくちゃ人気高くて、あの投票、ファン投票とかもめっちゃ上位なんですよ。あのいろんな国のファン投票とかも結構上位で絶対いて、そうそうなの、めっちゃ言われんのマジでいいじゃんね、そんなこと言う。そんなんさ、人間そうなんよ。だってそんなもんじゃない、所詮そんなもん。人気ある人もいれば人気がない人もいるのよ。そう、アイドルと一緒、キャラクターも一緒、そうなの。ブルックが一番好き。え、でも私ブルックのね、ブルックのストーリー大好き。私マジブルックのストーリーさ、マジで泣けるよな。なんか別にブルックのストーリーじゃなくてもさ、チョッパーのストーリーとかでもそうなんだけどさ、本当にさ、マジで本当に本当に泣ける、マジで本当に泣けすぎて、なんかやばい、本当に泣ける、マジで本当に本当に。てかもうワンピースは、ワンピースとかナルトとかもそうですけど、本当に道徳の教科書って感じ。本当みんなに読んでほしい、本当に。なんか道徳の、マジで道徳の教科書、あれは本当にそうだと思う。ちょんまげ、ちょんまげにしよっかな。いやマジで本当に道徳の教科書だと私は思います。みんなに読んでほしい。さあ、本当に道徳の教科書だよあれは。あ、ドラえもんも道徳だね、わかる。うちもちっちゃい頃ドラえもん見てた。あとアンパンマンとかもそうなんかな、わからんけど、ちっちゃいキッズとかだと。アンパンマンとかドラえもん、私もドラえもんはめちゃくちゃ見てましたし、なんならなんかドラえもんは自分がちっちゃい時も見てましたし、妹弟がいるので、なんか妹弟たちがちっちゃい時も見てたから、なんかなんて言うんだろう、めっちゃ長いこと見てましたねドラえもんに関しては。本当にドラえもん、え、マジで本当にドラえもんに関してはマジで本当にめっちゃ見てました。見すぎてましたね、
本当によく見てました。まあでもね、兄弟がいるとなりがちですね、あるあるですね。そうそう、しかもどの世代でもなんかドラえもんとかって絶対に親しまれるっていうか通ってきたよね、ある程度の年の人までだと。ドラえもんがさ、生まれる前に生きた人はちょっと無理かもしれないんですけど、でもそのドラえもんが生まれてから生きてる人させ人ん人世代はあの本当にマジドラえもんって教科書だよね。っていうか教科書にもドラえもんってさ出てくるよね。なんだっけ、なんかさドラえもんってさ教科書とかにもさ出てくるよね。なんかポイント説明紹介みたいなんで、ポイント説明紹介ってなんやねんって話やねんけど、ポイント説明紹介。ただドラえもんにね、また頼りすぎ。あ、そうだ、ゆりなさ、コナン君のエッグチョコさ1個まだ開封してないんだよね。それをさ持ってくるね。ちょっと待って、よいしょーよいしょーよいしょー。はい、というわけであのコナン君のエッグチョコ実はもう一個ありまして、こちらあのコナン君のエッグチョコ、こちらねラストの一個でございます。前回なんと赤井さんが出て私の推しは出たんです。さあ今回は誰が出るのでしょうか。とっても楽しみ。これねマミーが買ってくれたんですけど、だからマミーが買ってくれて推しが出たんですよ。マジでうちのマミーの引きが良すぎて、ほんと笑えちゃう。いい音。マジ私が買うと本当に引きが悪い。なんか基本私が願うことは叶わない、大体そんな感じだから。もうねタイミングも悪ければ引きも悪いからもう望みません。いただきます。ここえここさっきまでさ冷蔵庫に入ってたカクッカク前歯がやられるかと思った。パッパーン。これはちょっと後でご飯食べた後に食べるね。デザートなんでチョコレートは基本。よっしゃ、くれみんなオープン。あれあれ、あれ微妙にあかんのはなんでな。ちょっとなんかチョコの油が。誰？ああ、分解されすぎて、ん？どうだ？こうか。こうさして、で持ってこうさしてお、ナンバー6。主人公、工藤新一。コメント？工藤新一主人公が来たぞ。みんなヤッホー、僕は主人公工藤新一。え、やばい、主人公今日2回も引いちゃった。ブリーチでも主人公引いちゃったし、なんかこのチョコエッグでも主人公引いちゃったし、やばい、主人公めっちゃ引いてる。私が主人公に憧れてる、最近主人公にさ憧れてるからかな。主人公になりたかったなって思うことが多いからかな。なんかちょっと主人公引いちゃったんだけど、あははははは、面白い。
やばくない、やばくない、主人公引いちゃったよ、みんな嬉しい。いや主人公来たよ、来た来た来た。え、主人公はコナン君でしょ、一緒やん、どっちも。ビジュアルの問題やん、そんなん。中身は一緒やから。でも工藤新一がおらんとコナン君面白いようにいかないですからね、マジで。コナン君はあれなんやな、この探偵ビジュアルしかないねんな、これ、このビジュアルしかないねんて。そうやね犯人とかもあんねんや、16番。あれ、なんかの時私犯人そういえば当たったわ。前のエクジョコン開いた時かな、犯人当たった気するわ。そういえばベルモットとかいいな。え、ジンとかも欲しいな、ね、めっちゃいいわ。こんな感じ狙いな。嬉しい。いやー、いいねいいね、いいよ、最高だ。いやー嬉しいね。俺の名前は工藤新一、高校生探偵だぜベイベイって言うとります。やったー、マジ今日主人公引きデイだったんかもしれん、嬉しいな。やったね主人公になりたかったな。皆さんは主人公になるとしたら何の主人公が良かったですか。どういう、なんか主人公気質なっぽい人っているよね、この世の中にもね。あ、ゆいゆいも主人公って感じ、キスする、めっちゃする。なるべくボコられない主人公がいいです。もろ、野球選手かな、だって。おお、野球選手でユリナが思う主人公っぽいなって、やっぱ大谷翔平選手とかですね。あの人はなんか本当に漫画の中の人っていうか、本当に主人公、なんかみんなに愛されて人気も高い主人公だなっていう感じがすごいする、めちゃくちゃ。 WBC 見てなんかすごい主人公感強かったけど、やばい、すごい主人公だね、あの人は。ちょっと怪我しちゃったけど、なんか私が小学生の頃めちゃくちゃ好きだった本当メジャーっていうアニメがあるんですけど、大好きでめっちゃ見てたんですけど、かマジであのメジャーに出てくるあれキャラクターかなって思った、マジで。 WBC とかもそうですけど、なんか大谷選手がすごすぎて他の人がマジかすみそうになるぐらい、本当に人柄もね素晴らしいですしね、本当にね、なんかびっくりしました。本当にこういう人を主人公って言うんだって思いました。私人間界で、あ、主人公なんだなって思いましたね、うん、そう、だからそういう感じの人かな、主人公。みんなはどんな感じだい待ってよ、コメントさかのぼりますね。なんかさ、推しと主人公感は違うじゃん。なんか別にさ、そのなんかユリナ推してても主人公感あるのはやっぱユリユリだよみたいな、そういうのもある。なんかまあ私は主人公感ないからな、モブキャラだから、ちょっとあれだけど、主人公感ある
そうなんですよ。いやいや、ゴロウくんはそうですよ。だってさ、肩だっけ、あれやっちゃったからって反対で投げてさ、メジャー行くってどないなねって思うで、ね、本当にどない。でもまあ、でもな、でも大谷翔平選手も二刀流、打者と投手で二刀流だから、まあなんかそれでメジャー行ってるのもそれはそれですごいのか。うん、確かに。それもそれですごいよ。ジョジョたちすれば主人公感ね、そう。やばいやろ、独特よ、ジョジョたちって。だいぶ大丈夫そう。そんなことやってたらもう大丈夫か、あの子って思われるよ、多分。ジョジョたちって言わずにさ、やったらジョジョ知ってる人はさ、おってなるけど、知らん人からすええってなっちゃうから、マジ戸惑いを欠かせなくなってしまうよ。そうだよ、やばいよ。やばいですやっぱり。同僚ってね、すごいよね。杉谷選手もでも両打ちでしたよね、右も左も打ってましたもんね。いや、あの人はなんか本当に面白い人ですね、とっても。 YouTube 見てます。この間ヌートバー選手のママさんと会っててお話ししてましたね。そういえば。でも主人公は挫折も多いから辛そうだって。挫折も多いし辛いかもしれないけど、でも乗り越えられるのが主人公ですよ、やっぱり。そこでやっぱりくじけるのは主人公ではやっぱないんですよ。乗り越えられるからこそ主人公なんですよ。だってさ、本当にキャラクター A なんてさ、そんな試練もさ、そもそもそんな試練もないからね、キャラクター A なんて。だってもうバンダンワジャーじゃん。そうじゃん、キャラクター A ってそうじゃない。そもそもなんか試練とか言う前に戦いに出たらクサンチーン終わり、みたいな。そもそもないからね。まあでも主人公じゃないキャラクターもみんな挫折して乗り越えてますからね、すごいですよね、本当に。そこからサイドストーリー作ってみる。あれ剣心のさ、あの ルロ剣のさ、まだ人気の時にさ、そのこの十字架のつけたさ、ストーリーもそうじゃん。だってさ、切った中の一人のお侍さんがっていうサイドストーリーって言ったらいいんかね、あれ。一番大切な原点のストーリーですけど、でもあのお侍さんって正直本当に一瞬だったじゃないですか。だけどめちゃくちゃ重要な役だったじゃないですか。そういうこと？そういうこと？そういうことね。イエーイ。いやマジであれは原点だから、ほんと超大切。あれがないと何にも始まらんからな、マジで原点だから。いいねいいね。あ、でほんでみんなはどんな感じの主人公になりたいですか？会社の主人公。会社の主人公ってなんやねん。分からへんけど、分からへん。会社の主人公、会社の主人公ってなんやろね。主人公にはライバルが必要ね。そうね、確かに強いライバルが出現して、そのライバルに勝つために成長しますからね。圧倒的イケメン。でもイケメンなんて人それぞれじゃない、基準。ぶっちゃけ
どの辺の基準？あ、分かった。ちょっとイケメンは分からんけど、分かった。ユリナ的に圧倒的可愛いとかで言うと、橋本環奈さんみたいな。もう世の中の人のほとんどの人が、もう本当にほとんどの人が可愛い、こうなりたいとか、この透明感やばいみたいなっていう感じかな。それの男の子バージョン。ちょっと男の子バージョンは分かんないな。誰だろう、ドキドキイケメンって誰だ、分かんないですけど、女の子で言って圧倒的可愛いとかで言うと、やっぱりその辺じゃないですかね。橋本環奈さんとか新垣結衣さんとか、あと石原さとみさんとか多分あの辺のいつもなんか上位ランキングとか、いつも出てるランキング、なりたい人顔みたいなみたいなやつの上位に来るような人とか、この世の9割の人が可愛いって思う人みたいな感じかな。ちょっと分かんないな。な感じかな。どうなんだろう。マジイケメンの基準がマジで分からんのよ。ごめんなさい。すいません。そう、ちょっと私男の子じゃないから、イケメンっていう基準がマジで分からないんですけど。そういうことっすかね。あ、分かった。シロちゃんみたいな。シロちゃんみたいな感じ。あ、あれはもう芸術だよね。いやマジで二次元でごめんなさい。そう、あれはあのかっこよさと綺麗さはめちゃくちゃわかる。あれが圧倒的なイケメンか。ああ、そういうことね。あ、理解理解。可愛いかな。いや、シロちゃんは美少年、美、美しい少年だね。美少年だね。美少年っていう言葉がよく似合う。ああ、美少年で言ったら奈々のしんちゃんも美少年だね。あれこそ美少年かもな。奈々のしんちゃんは一番私が思うに美少年という言葉がよく似合う。マジで美少年。もう美しい少年だよね、あれは。本当に未成年だし。うん、奈々のしんちゃんは本当に美少年だわ。そうそうそう、うん、めっちゃ美少年だね。逆に奈々のキャラクターでいうかっこいいとは誰ですかね。ちょっと分かんないんだよね私。なんか美少、あの、でも私が一番好きなのはレイラが一番好きなんですよ。もうビジュアルが本当に好きで、めっちゃ可愛い。レイラになりたかった。なんか可愛いと綺麗と、あの素晴らしい歌声を、なんかって感じ。イケメン好きじゃなくて美少年好き。いや別に少年好きなわけじゃないんだよな、あっち。残念ながら。そう、なんか誰が圧倒的にかっこいいんだろうね。わかんない。レンとかかな。いや、なんか私が思うに顔だけだったらレンとか。でも私男性キャラだったらノブ推しなんですよね、残念ながら。ちょっとね、ノブ推しなんですけど。てかもう、あの矢沢愛先生の絵が好きなんですよね。本当にマジで綺麗すぎて、絵がすごい好きです。めちゃくちゃ好き。ま、絵が本当に綺麗。本当にそうなんです。でも確かに美少年とか言うとトゲ、あの呪術廻戦のトゲくんとかも美少年なのかな。綺麗な顔してるよね。うん、確かに。まあ、B 戦ではないってことだな。じゃあみんな似てない。似てるかな。本当に。
そっかな。でもね、トゲくんもめちゃくちゃ人気高いんです。マジで本当に私本当に王道まっしぐらなんだなって思いました。本当になんか本当に女性人気高いキャラクターばっかり好き。もう本当に嫌になっちゃう。いやなんかそんなの知らなくて押したりとかするじゃん。したらなんかめっちゃ女性人気高いよねって絶対言われるの、ファンの人に。女性人気高いよねみたいな。すいません。すいませんって感じなんですけど、よく言われます。秋とかめぐみとかみたい。あでも私あのチェンソーマンだった秋くんが好きですよ。女性人気高いっすね。やばやばいな。あ 美青年は五条先生ですね。まあ、五条先生も綺麗ですね。キャラクター的には大好きだな。スラムダンクで言うとルカ、いやスラムダンクで言うとリョーチンですね。私はリョーチンが大好きです。でもこれ言ったらまたあれなんですけど、リョーチンもめちゃくちゃ女性人気高いんですよ。やばすぎるマジで。やばいよね。ああもうなんか嫌なっちゃう本当に。そうめっちゃ女性人気高いんですよりょうちゃん。だから私やっぱ見る目があるのかもしれない。逆にね。だってさ最初は知らないの、女性人気高いとかと思って別に好きになってないし、普通にアニメ見てて漫画読んで、でそれでやっぱりょうちゃんが一番やっぱいいなって思ったんだけどさ。ね、本当にウケる。背が低いのがいいの。背なんて関係ないわ。背なんて関係ないわ。好きなキャラ言って誰それってなるのも悲しいね。わかる。なんかえそんな人いたっけみたいなさ、グッズとかもあんま出ないようなキャラクターをしてる人とかさ、なんか本当にさ、なんか推し、その推しグッズ出ないから本当に推しグッズ出た時のさ大変さみたいな、なんか見たことある。そう、まあ残念ながら二次元だから三次元には出てくれないからさ、平面だけなんですけどね。本当にね。そう、内面も重視してるんだろうけど外見が圧倒的にね。だってまあね、まあね、まあね、そらね、そらね、顔もそら よかったっす。最初はやっぱり顔じゃない。だってアニメ見始めた時中身なんて分かんないもん。いやトータルは、えそんなこと言ったらみんなが押してくれてるゆりなちゃんめっちゃブスみたいじゃん。えひどい、それはひどいよ、それはひどい。そんなそ嬉しいよ、そゆりなちゃんの中身が好きでなんか推しになりましたとかって言ってくれたら、え嬉しい、ありがとう、なの中身まで見てくれたのってなるけど、え別に顔じゃないですって言ったら、あそうですかってなるし、それはそれで、それはそれでそうなるじゃん。だから結局押すにあたり顔も中身も結局重要なんですよ。わかります？重要なんですよ。そらビジュアルもかっこよくて中身もいいキャラを押してるんです私は、はい、自分的にね。そうだよ。そうだよ。だからそうやって言われたらなんか私がビジュアル良くない人みたいじゃん。やめてよ、こう見えてもアイドルだぞ、こう見えてもアイドルだぞ。
ウェンウェンウェンカナピーよービジュアルも大切ですよね。ほら見てみ、私は別に推してるキャラクターがなんぼビジュアルが良くたってそういうことだよ。みんな自分に置き換えてみそう。ゆなちゃんのすごい、ゆりなが推し誰って聞かれるから推し答えたら、はいイケメン好きねとかって言われるんだけどさ、いやそらまあビジュアルも一理ありますけどもちろんって話じゃん。それを自分に置き換えてみて、あなたが推してる人、やっぱり可愛い子好きじゃんって言ったらさ、そういうことだよ。みんな自分に置き換えてみそう。こうやってうんうんそういうことだぜってマジで当たり前じゃんねねえ本当に。まあどっちかっていうともう私の推してる二次元の世界は先生に感謝ですね。こんな素敵にビジュアルを描いてくれてありがとうございますみたいな受ける。それこそさ、なんかさスラムダンクのさ、なんかマジで何の話ってなんかわかんないんだけどさ、スラムダンクの話でね、なんかスラムダンクあのこの間の福島のイベントの時に楽屋でね、まあ結構時間があったわけですよ、間時間が。それでなんかあのマネージャーさんとうちらといたんだけど、なんかねよく喋ってくれるマネージャーさんが言うのめちゃくちゃ盛り上げたいみたいな人が、でその人もスラムダンク、なんかワンピースを最近見始めたみたいなんで、結構もう千何話、3ヶ月ぐらいで千何話見てて、でそれで、まあ、その時セリとかもいて、うちもいて、あやねとかもいて、でワンピースの話最初してたのね。だけどそれでその後スラムダンクの話になって、でめっちゃスラムダンク好きなんですよそのマネージャーさんが。でめっちゃセリフとか覚えてんの、もうやばいよ、すっごい細かく覚えてんの、あのキャラクターが喋ったセリフまでちゃんと覚えてて、でその一人のマネージャーさんは全然興味がなくて、いや絶対見た方がいいですよみたいな、うちらでなんかいや絶対見た方がいいとか言って、で映画の話とかなって、いや映画のさここがどうのこうのでさみたいな、映画ね結構漫画でカットされてる面白いシーンとか、あ、違う違う、漫画でね面白いシーンとかちょっとカットされてるところが結構あったんですよ。でなんか、そうカットされてますよねみたいな話とかして結構盛り上がってたんだよね。そうめちゃくちゃガチファンだよ、すっごいセリフもちゃんと覚えてるし、めちゃくちゃ細かく覚えてて本当になんか見返したいなって思うぐらいすっごい詳しかった。そうなんかそのさ最初オープニングやってからさ、次出番がライブが17時とかだったんですよ。でその間私は特に間に何にも出なくて、でもずっと暇だったんですよ。そう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 、でめっちゃ眠かったし朝も早くて、朝その日6時前ぐらいに家出てて、そうめっちゃ早くて超眠かったんですけど、めちゃくちゃねすーごい盛り上がって、すーごい、だからもしスラムダンク好きなファンの人とかマジで気合いそう、あれ俺と気合いそうだって、めっちゃファン、そうなのめっちゃファンなのめちゃくちゃねすっごい詳しかったよ、もう本当にすごい詳しい、やばかった。なんか自分も結構スラムダンクはアニメもバーって見ちゃって、でその後漫画も読んだんだけど、なんかね結構忘れてることもすごい多くて、そんなシーンあったかもみたいな感じだったんだけど、めっちゃねすごかった本当に。いやめっちゃ楽しかったよ、ゆりなちゃんも超面白かったでスラムダンク好きなファンの人と超気合いそうだね、マネージャーと喋ることないと思うけど、そうそうそう、めちゃくちゃ良かったね。バスケもね、あ、昨日ね、そう755でコメントしてくれてる人誰かいたな、バスケのやつ。昨日ね、私昨日ちょっとあの行ってたんだよ、ストーリー見た人は分かると思うんだけど、でそれで帰ってきてバスケやってて、ドイツだったっけな、沖縄で、ちょっと見たよ、テレビでやってたからつけて見たんですよ。あのね、
渡辺さんだったかな、背番号12番のすっごい身長2メートル6センチだったかなの方が、あの香川県の三木町出身の方なんですよ。そうで、そう、あの香川県出身なので、そうなんですよ。でそれでちょっと見ようと思って、あの家帰ってきてテレビつけて、そう、あのバスケの試合でも、その時ね20点差ぐらいつ、もう差が越されちゃってて、でそれであのこう取ってこう結構なったんですけど、結局ね、まあ、負けちゃったんですけど、そうなんです、三木町出身で、そうなんですよ、めちゃくちゃ活躍されてるスポーツ選手かなんですよね。そう、多分バスケ好きな人だと分かるかな、田辺選手ね。そうなんです、バスケット選手プロの、そう、なんか怪我してたのかな、でも確かちょっと怪我してたかなんかで、ね、そうなんです、めちゃくちゃすごい選手なんですよ。よかったら検索してみてください。そうね、せっかくねだったから、あ、同じあれだと思って、ちょっと応援しようと思ってね。そうなんです、テレビつけて、テレビの前で一人でめっちゃ応援してました。そうなの、足ね、そうめっちゃ応援してた。頑張ってください。やっぱ同じ出身県の方ってなんか、そうファンの人とかでもなんか自分の推しは〇〇ちゃんだけど、でもなんか同じ県出身だから応援してますみたいなファンの人とかも何人かいらっしゃるんですよ、香川県出身のファンの方でね。だからそう、なんかそういう感じで、あのちょっと見れるタイミングだったから応援してたんです、昨日。やっぱ東京、そうなんです、同じね、やっぱ出身県の方はすごくで活躍されてる方って、やっぱりしかも香川県ってね、やっぱちっちゃくてなかなかこうすごいめっちゃ活躍してる人ってさ、やっぱ東京とかさ、その関東圏とかに比べるとやっぱ少なかったりするじゃないですか。だからやっぱりちょっと同じ地元だからと思って、こう応援をねやってたんですよ。明日は9時からですね、応援したいなと思ってて。そう、あ、これですか、これ携帯吊るしてるだけです。あ、今肩から携帯吊るしてるんですよ、ほら、これ携帯吊るしてるだけです、私これ下げてるだけです。そう、だからまあよかったら皆さん応援してください。でもジャパンだから応援するか。2メートルね、バスケット一家ですってね、あそこみんなバスケット、親もバスケットかな、なんかでバスケット一家らしいです。2メートルってでかいな、どんなんなんだろう、わかんないけど、ね、そうそう、応援しましょう、同じ出身県としてやっぱりね、応援したいです。そう、さっきスラムダンクの話になって思い出したんよ、そういえばと思って昨日見てたなと思って、そうバスケはね、ルールが分かりやすいからね、分かりやすいですかね、分かりやすいよね。バスケのね、やっぱりアニメとかもそうなんですけど、バッシュの音がいいね、キュッ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 シュパみたいなASMR ですわ。そう、バスケはね、バスケのアニメがねすごい好きでね、黒子のバスケとかサンダークとかもそうなんですけど、アヒルの空とか結構見てたりとかね、なんですよね。わざと体育館であの音出すのやってた。あ、そうなんだ、スリーポイント主体になってるもんね。あ、誰でしたっけ、名前が出てこないですね、すごいとこからいろいろ打てる方、あのほら芸人の山内さんにすごい似てるってめちゃくちゃ話題になってるあの選手なんですけど、あ、名前がわからないんですけど、あの方めちゃくちゃ
あの方めちゃくちゃ遠いところからシュパッって入れられてますよね。あの名前が何だかわかんないんだよな。富永選手、ああそうかな、すごかったです。でも年下だった、若いのになと思ってびっくりしました。お父さんも代表だったんだよ。あ、そうなんだ、すごい、一家揃って、素晴らしいっすね。あ、でもそれこそあの私本当にちょっと詳しくなくて申し訳ないんですけど、あのさリアル桜木花道がいました。あのめっちゃ身長が高い赤毛の肩、しかもそのね試合とかで本当にこうやってあのなんだっけ入れないようにこうやってやってたんですよ。リアル桜木花道だと思って、はい、なんか金髪だったんですけど、この沖縄入りした時には赤になってて、桜木リアル花道でした。そう、赤毛に染めてたんですよ。そうなんです、びっくりしました、染めてきてて、あれパツキンだったのにな、すごかったですね。リアル桜木花道だと思って、ちょっと私スラムダンク好きなんでちょっとテンション上がってしまいました。もともと桜木花道モデルがいるのよ。そうなんだ、じゃないや。そうなんだ、ジャパンの赤なんだ、そういうこと。ああ、そうなんだ、そうなんだね、ジャパンの赤か、いいと思います。素敵だと思います。そう、バスケはね点がなんかいっぱい入るから、野球と違ってすごいね得点の大きさにびっくりしてしまいますね、結構。すごいいっぱい入って出るからさ、スパスパスパってデニス・ロッドマンだったかな、だった。あ、そうなんだ。まあでもそうですよね、結構いろんなにするにしてもモデルの人っていっぱいいますよね、アニメとかでもそうですけど。そう、点取り合戦だからさ、すごいなって。そう、展開がね本当に早くてびっくりしました。まあそんなねこうやってバスケの話とか、いやなんかバスケがもうちょっとあるからと思ってバスケの話したんですけど、したし、同じね出身県の方がいらっしゃるので、そう応援してますって言うんでね、ちょっとね話したいけど、まあ、この子って話しとったらさ、ゆりなちゃん野球が好き言うてたのにバスケも好きになったのって言って、ミーハーやね、どっちも好きやねとか言ってね言われるんですよね。言われる前に自分で言ってやりましたけど、別にそういうわけじゃないですから、別にそういうわけじゃないんで、普通に普通にね申し訳ないっすけど。それって誰が言うのって思うじゃん、言われるからね本当に。言われるからね、言われる前に言ってやりましたけど、別にそういうわけじゃないです。そう、いやでもなんか本当に私すごい気にしいだから、なんだろうな、なんかこういうやっぱりなんだろう職業で生きてるんで、なんだろうな、やっぱりねやっぱ言われちゃうんですよ、少なくとも。だからそれがねすごい、せっかくなんだろう、スポーツ何でも好きな人多いよ、そうだよね、だけどなんか女の子だしこういう感じだとミーハーだ、ミーハーだって言われるんですよ。悲しいね。なんでなんですかね。
何でもいいじゃんね。そうだよ、同じ人がいるからちょっと応援してるのに。そうだからね、とっても気にしいなんです。なんかせっかく好きになったものをなんかその意見のせいで、別に嫌いにはなったりはしないですけど、なんかちょっとって感じ。そうそうなんです。だからなんかせっかく、まあ野球もそうなんですけど、せっかくね好きになったものを、趣味ですね、新しいアウトドアになるための趣味を見つけたのに、それに関してすごいいっぱい言われるのは、ちょっと別にそれに言われたから決して別にもう好きじゃないとかっていうわけではないんですけどなんだろうね、なんかちょっともう嫌いになりたくもないですし、なんかなんだろう、気にして行きたくもないので気にして行きたくもないからあんまり言わないようにとかしてたりもするんですけどね。そうそうそう、でも本当になんだろう、いい意味ですごく視野が広がったなって思いました。本当にそう、本当にスポーツにすごい興味を持つようになったなって思いましたね。今までは割となんだろうな、スポーツはアニメの世界のスポーツしかあんま好きではなくて、リアルっていうのは本当にたまにしか見なかったので、リアルのスポーツに興味持って視野がすごく広がったなって自分ではとっても嬉しいことなんですけど、やっぱりこういう世界で生きてるよりかいろんなものを見た方が、世界的にね、ニュース的にも時事問題的にもいいなと思うんですよね。だからそのものの一つとしてね、バスケはその同じ出身県の方がいらっしゃるっていうので、あ、ちょっと見れる時に見ようなと思ってしてるし、そうだからなんかなんだろうね、そうなんですよ。だからまあ野球の話は別にしなくなったとしても別に嫌いになったわけではないと思います。ただ自粛してるし、なんかあんまりその言われたくないからあんまりそのせっかく自分が見つけたアウトドア、このインドアの私がアウトドアになる的な趣味を見つけて、同じメンバーでも野球好きなメンバーがいて話ができたりとか、それで会話をねすることになったりとか実際したわけですよ、私からすると。本当にお話の話題のネタとかにもね、メンバー同士のネタとかになってすごいそれが嬉しくて、なんかだからなんかまだ私はとっても初心者なんで、あの本当試合を見るルールぐらいはもともと分かるんですけど、なんだろう、本当に専門用語とかはマジで、まあ、全然分かんない。カタカナ苦手なんだよ私、カタカナ覚えられない、カタカナ読めないから、本当にあのどうたらこうたらこうたらを丸々丸と言うみたいな、なんだろうね、そうなんかあの分かんなくて調べるんですよ。まあ今情報社会だからこっち調べてやるんだけど本当覚えられない。しかもなんかそのタイミングにこう覚えることがいっぱいあったんですよ。なんかなんだろうな、いろいろと結構忙しくて、イベントあったりとか武道館あったりとか、なんかすごい覚えないといけないことが多すぎて、今もね舞台があってね、なんかこう雫も久しぶりにやったりとか、こういう覚えないといけないことがありすぎて、なんか絶対頭に入らないから、なんかその辺はもっとまあね、もうシーズン終わっちゃうんで、シーズン明けて暇な時にもっとあのお勉強して覚えられたらいいなってちょっと思ってるんですけど、そう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 、そうなんだから、選手の名前とか顔と名前がね、私ね人の顔と名前を覚えるのめちゃくちゃ苦手で、ファンの人にも流通するんですよ。ファンの人も顔だけならめっちゃわかる、名前だけならめっちゃわかる、あと話した内容もめっちゃ覚えてるんですけど、一致するのがすごく苦手だから、そうだからなんかそれも一生懸命
か今情報社会なんで YouTube とかだと選手が喋ってるところにね、〇〇選手とか出るんですよ。それ見て頑張って覚えたりとか、やっぱ試合見に行くにあたって選手のそのなんかなんだろう成績というかとあと顔と名前と分かんないとやっぱ面白くないじゃないですか。まあ野球が好きなんで見に行ったりとかしてるんですけど、でもやっぱ分かった方がもっと面白いじゃないですか。だからそういう面では一生懸命覚えてます。でもなんか本当に私はマジで内容の方が本当によく覚えてる。ファンの人とかもそうなんですけど、話した内容とか結構覚えてるタイプの人間で、そうだからなんかそのなんだろうな、 YouTube とかで話して出来事だったりとかっていう方がねよく覚えてたりとかするんだよね覚えたいのはそこではないんだけどそこではないんだけど、そういうところの方が得意なんですよね、なぜか知らないですけど。応援歌もね、そうなんです、応援歌も覚えたいなと思って、そうなんですよね、めちゃくちゃ思ってます。そう、誰々選手が〇〇言ってたとかそういうことだけよく覚えてるんですよねそこじゃないんだよな、私が覚えたいんだよね覚えたいことがなかなか覚えられなくて悲しいそうだからまあシーズン終わったら頑張って勉強しようかなと思って、まあ勉強勉強って思って覚えるとつまなくなっちゃうんで、私は結構だからまあ普通に気軽にね、なんかウフィーって感じでできたらいいなってめちゃくちゃ思いますし、ただね私ね間が空くとね本当にね分かんないですね私ね、本当にねなんかね本当にファンの人と一緒、なんかファンの人も会えなくなるとモチベ下がっちゃって、よく会える新しい子に推薦したりとか結構するんですよね。マジで私も結構それと一緒で、こう試合を見れなくなっちゃったりとかすると、そうなの、難しいなって思います。でも頑張って、私来年こそはマジでユニフォーム着て応援歌歌って応援しに行きたいんですよ。だから頑張ります。野球好きな人は一緒、私にいろいろ教えてください。ただなかなか私が応援してる球団と被ってる人が少ないんですよね、ファンの人では。メンバーではいるんですよ、だけどファンの人では少ないですね。あんまり聞かないかもな。そうだね、あんま聞かないな。ゆりなちゃんを、ゆりな、僕ここ推しなんだけどゆりなちゃんをここ応援してないもんねってこの間のオンラインお話し会、あ、じゃリアルお話し会でめちゃくちゃ言われたからな、すいませんと思いましたけどそうそうなんですよね、かなぴで楽天注目してますけど、稲ちゃんの話で、あ、出てこれない、楽天ね、楽天もあんまり選手わからないんです楽天ね、でも YouTube も TikTok も見てますよ、人を覚えるために。こぶたさん、こぶちゃんって言われてる人ならわかります。よく YouTube に出てくる人はよくわかるんですよ。でもね、顔はわかるんだけど名前がわからないですね。名前覚えられないんだよな。あ、こぶかたさんだ。そうそうそう。あの方よく YouTube 出てくるし、なんかとってもいじられキャラでずっと面白いからよく印象残ってますね。はい、でもとっても YouTube は見てます。とりあえず人を覚えようと思って YouTube はいっぱい。
次郎選手とかいたっけ、銀次郎だっけ、銀さんって書いてた。なんかね YouTube もね、私何年前のやつとかね、最近のやつとかごちゃ混ぜで見てるから、ぶっちゃけね移籍してたりとかもよくするんですよ。この選手って思うじゃん、そしたらなんかもうそこにはいなかったりとかねするんでね。あははは、楽天ならなんちゃら選手も面白いよって言って、読めない、漢字が読めない。めちゃくちゃ仲良しの大学も一緒で、よく真似する人なら知ってますよ。小郷さん、あ、小郷さん、小郷選手ならわかります。小郷選手の真似をよくされてる選手もわかります。顔ちょっと名前わかんないや、誰だっけ、よく真似をされてるとっても面白いその選手の名前わかんない、誰だ、辰巳さん、あ、その選手が辰巳さん、違うか。とってもね、モノマネ、小郷さんのモノマネがとっても上手くてすごい仲良し、面白い、 YouTube よく出てくるからわかりますね。そうですね、私のね応援してる球団は言わないですけどねまあでもセリーグではないなってよくファンの人に言われます。そう、パリーグです。でもね絶対にね、あ、オンライン話し会とか個別握手会で聞いてくれれば教えますよ。もうね、だって言ったらさ、あ、女の子好きだよねその球団って言われるもん。うち前なんかショールームでチラッと言ったら、あ、そうだよねみたいな、そうだよねみたいな、イケメン多いしねみたいな、女の子好きだよねみたいな言われたから、絶対言わないと思ってそうそうなんですよ、絶対言わないわと思ってでも私2つおるんですよ、応援してる球団が。1つじゃないんです、実は、すいません2つ応援してて、そうなんです。でもね、私個人的に女の子がめちゃくちゃ多いなとかって思うのはさ、意外にさ DeNA ベイスターズとかもさ、めちゃくちゃ女の子のファンが多いイメージがあるんだけどさ、気のせいですかね気のせいですかね、分かんないか、違うか。あ、ソフトバンクね、めっちゃ、ソフトバンクってめっちゃ言われるじゃん、なんで、あ、分かった、ミッサーと、ミッサーとあれか、そうだ、一緒に YouTube、 あ、 YouTube じゃない、一緒に試合携帯で見たとかって言ったから カープも多いのかな、カープ女子っていう言葉があるからか。え、そうですよね、 DeNA ベイスターズはめちゃくちゃ女の子ファンが多いイメージです、勝手なんですけど、え、すごい多いイメージ。勝手なイメージ。でも一つは、もう一つもね、絶対ね、あ、最近とっても女の子、最近かな、とっても、でもなんか球団が本当に女の子を応援してくれてる女の子のためのグッズが多いなって感じですかね。まあこれで当ててくださいすごい、女の子が、あ、女の子が欲しそうなグッズをよく出してるし、あ、そういう売り方してるなみたいな感じ。ですねそんな感じです。まもうね、これを言うと本当にいろいろ言われちゃうからちょっとめんどくさくてストレートに言うとめんどくさくて、あんまストレートには言ってこないですね。まあこんな感じで遠回しに教えてあげました、みんなに。いやもう、いや言った方がいいよって思うじゃん。それは確かに好きな同じ推してるメンバーとかみんな言ってますよ。そらミッサーとかもそうだけどさ、言ってるんだけど、もう何にも言われたくないからちょっと言いません
そう、ハルピョンもタカガールだしね。そう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 、いやもうめっちゃ言いたい、いや言いたいよさ、うちは。でもなんか言われて、なんか私めっちゃ気にしいだから、言われてなんかあのなんかね、言われてさ、なんか結局さ、あそうだよねとかってさ言われるとさ、なんかさなるじゃんなるじゃん。だから言わないっす。まあ聞きたかったらオンラインお話し会か個別握手会で聞いてください。お願いしますお願いします。でも分かんない、今年はだから、今年は、今年はっていう、大谷って言っときゃ無難、確かに大谷選手って言っときゃね、それは確かにそうだ、その気がします、その気がしますね。だからまあなんか今年はその2球団を応援してます。なんか正直その理由としては WBC を見てその2つの球団が気になって、その結局、まあ、今にあたって応援してるっていうわけなんですよ。そうなんですだから来年シーズン終わっちゃうから、来年も私が好きなあればみんなに教えてあげる。ちなみにヤクルトの応援に行ってたのは、私は関東に住んでるのでドームか神宮かが一番近いんですよ。だから行ってました。でもつば九郎大好きです。つば九郎はマジで面白い、うん、マスコットで一番好きかもしらん、本当に。だから見に行ってました。つば九郎とドアラの絡みがすごく好きで見たかったので、あと野球がシンプルに見に行きたかった、野球を見に行きたかったんですよ私は、めちゃくちゃ野球応援に行きたくて、どうしてもだから見に行ってたんです。そうです、やっぱり私の応援してる球団はね、ちょっと行こうと思ったら死ぬほど遠いので、まああれだな、こっちに来てる時に見に行く、だからホームではもう基本見れないなって感じですね。基本はもうビジターで見るしかないなって感じですね。マジホーム行きたいですけど、まあよかったらぜひそのことについてはオンライン話し会か個別お話し会で、めっちゃオンライン話し会か個別お話し会で押してる人みたいになっちゃうけど、よかったらぜひぜひぜひ聞いてください。そこで聞かれたら応援してる選手もお答えします。はい、ここで聞かれても言わないですもん、だってさ、いろいろ言われたくないんだもん、だってやだ、言われたくないから言わないです。なんかミッサーとかキーちゃんとかには言わないのみたいな、推しの選手言わないのとかってめっちゃ言われるんですよ。そう、いけ、まあ言わないです聞いてくれたら教える全然、イエーイお待ちしております。じゃあちょっと私晩ご飯作んないといけないんで、そろそろ終了にしたいと思います。なんか最後野球の話になっちゃったんだけど、バスケットで私と同じ香川県出身のね渡辺選手がいらっしゃるんで、明日はね皆さん一緒に応援しましょう。バスケ、私もやっぱ同じ県民として活躍してくださってる方がいらっしゃるってすごい嬉しいなと思ってるので、ぜひ応援しましょう。あと今ね決済、今決済期間中だったかな、あ終わったか、あのねオンラインお話し会と個別お話し会のね決済を絶対に忘れないようによろしくお願いします。でちな結局どこ完売決定はまだかな確かだけど、まあとりあえず完売ねいっぱい目指して頑張っていますので、よかったらぜひ皆さん
残りわずかまで残りわずかが15日の3部と12月24日の3部だったかな、3部じゃなかったかな、がなんかなんだっけ、残りわずかまで残りわずかなんですよ。だからぜひ、ただそのファンの皆さん曰く14日の3部だったかなが完売ってなったよってなったけど、結局決済を終了しない限り完売って確定しないからちょっと微妙なんですけど、まあ確定したらね、また画像自分でまた自分添えだって自分でねまた作るんでね、その時にソールドアウトって、ソールドアウトっていっぱい書けるように頑張ります。なんで皆さんもぜひよかったら遊びに来てください、いっぱいいっぱい。一部二部完売したからよかったねちゃんちゃんじゃなくて、やっぱり一部二部完売したら3、4完売して5、6完売して、やっぱり完売はいっぱいした方が私自身もすごく心の支えにもなりますし、ファンの皆さんとたくさんお話ししたいし、なんかそうですね、私野球のことを教えてください。だからでもそれで結構話の輪も広がった、ファンの人もすごいいっぱいいてとっても嬉しかったです。なんかそう、あ、このファンの方は野球やってたんだとか、ちっちゃい頃野球やってたんだよみたいな、野球やってたんだとか、僕はこの球団が教えて、あ、この方はこの球団を教えてたんだとか、逆になんかいなちゃんが野球の話するから久しぶりにまた野球応援に行ってみようと思いましたみたいなこと言ってくださる方とかいるんですよ。だから新たな発見とか、やっぱ自分が視野が広がることによってファンの皆さんとお話できる話のネタもたくさん増えるし、すごいファンの人の新しい情報も知り得ることができてすごく嬉しかったので、なんか全然なんかおすすめの、逆におすすめのとか教えてくださったら、全然さ野球とかじゃなくてもバスケとかバレーとかでもいいんですけど、全然おすすめとかしてくださったら嬉しいなっていう風に思ってはいいますし、そうですね、あと舞台がそのオンライン話し会って10月14日からじゃないですか、で舞台が10月1日までなんですよね。なのでぜひ舞台見に来ようと思ってくださってる方は、舞台の感想だったりとかお気に入りのシーンだったりとか、なんかこの人のこの役が好きだったとか個人的にとかね、そういうお話とかもしてくださったりとかするとすごく自分も嬉しいなっていう風に思ってるし、結構その話題のネタもね、そのお話し会がある前にあると思うので、してくれたら嬉しいなと思いますし、いっぱいお話できたらいいなと思いますし、やっぱり完売っていうものが見えるって私的にも、あ、まだ大丈夫かなっていう安心にもすごくなるので、私も頑張りますけど皆さんも協力してくださったらすごく嬉しいなっていうふうに思っています。なんでまた頑張って画像を作りますね。はい、じゃあそんなわけで私晩ご飯作るんで、ちょっとショールームそろそろ終了にします。いやマジで長い配信付き合ってくれてありがとうございました。私今日オフなんですけど、明日からお稽古が始まるんですね。で、まあ、お稽古始まっちゃうとやっぱ台本も覚えないといけなかったり、あとその結構ね時間もね、時間だったりとかももう1日とかなっちゃうから、でもショールーム長くできる時は長くしたいなと思うんですけど、なかなかやっぱり長くできる日も少ないかなと思ってたんで、ちょっと長くね、せっかくオフの日はできたらいいなって思ってたんで、なんかちょっと皆さんが楽しいと思ってくださる内容じゃなかったら申し訳なかったんですけども、ちょっと長く配信できて嬉しかったなと思います。じゃあランキング読みます。13位ニューネームさん、12位しんどさん、11位ジェリーさん、10位しまやんさん、9位食べすぎのみすぎさん、8位岡やんさん、7位はる太郎さん、6位シュガーさん、5位ババババちゃん、あーもうカーム、ババちゃん2世さん、4位さきもりさん、2位じゃなくて3位にけおさん、2位あきひこさん、そして今日の第1位はなっていさんです。ありがとうございます。あとなんかもう決定だったんかな、サムネイル公演出ます、ありがとう。なんかコメントでサムネイル公演出るよねってなんかコメントされてて、あ、そう発表になったんだって感じなんですけど、サムネイル公演ね
ってます。今日発表になったんかな、私も最近、今日か昨日か知ったんですよ、サムネイルコーに出るって。そうだからね、申し込みした方がいい。もうね、次ね、いつ出れるかわかんないですし、あとは卒業発表があるんで、ワンチャンもうあのいっぱいね、みんなメンバーが卒業発表しちゃってるから、私がもうあのいいポジションで踊れることはもしかしたらもうないので、出れるかも、もう次があるかわかんないし、だからまあよかったらぜひ遊びに来てください。やっぱりなかなか私がフロントで踊ってるってすごい珍しいことだと思うんで、あと何回フロントで踊れるかわからないんで、もうね、そう、私舞台のさ稽古期間中だから、そうなんですよ、だからそもそも劇場に微妙なんですよね。だからちょっと私がもうあのフロントで踊れることはないかもしれない。私のポジション3人健在なんですよ。そうなんです、3人ともフルでいるので、多分ね、千秋楽は多分自分はこのポジションではもう踊らないので、だから多分ね、私このいいポジションで踊れるの最後かもしれないんで、まあみんなよかったら遊びに来てください。やっぱり後ろで踊ってるゆりなちゃんよりちょっとでも前で踊ってるゆりなちゃんの方がいいと思いません？だからよかったら遊びに来てね、待ってるよ。そう、出れるとしたら多分シンポジで出るってなると、あれより上のポジションはナルとユーリさんなんで、あれなんですよ、だからあの多分出れるとしたら他ポジになります。もう卒業して誰もいないポジションで出れることになると思うので、もうね、私のいいポジションは見れないです、最後です。だからみんなよかったら遊びに来てね。じゃあね、みんな今日は見てくれて本当にありがとう。また明日、バイバーイ。